世界ランカーと日本ランカーの一戦、フライ級の10回戦です。今日は日本とタイの対抗戦として6連戦、すべて日本人対タイ人ボクサーということになりました。そのメインイベントです。左から右、中沼のパンチはしっかりと腕でガードしていました。パニアン奥田です。おっと、頭がぶつかったシーンがありました。積極的に攻めていく中沼、前に出る、このスピードが持ち味です。今中沼ね、はい、カウンター取られたんですよ、パニアン。ですけどその後前に出ましたからね、はい、右ステックがインサイドからパニアンも左のパンチを出している。攻め込んでいく中沼、右どんどん前に出ていきます。中沼としてはパニアンに自分の距離を取らせたくない、これが一つの狙いになります。大将 KO を目指しているパニアン奥田に対して、トラッシュ中沼、日本ライトフライ級8位、頑張っている。右ストレート、コンビネーションの中から右ストレートが当たった。後楽園ホールのボルテージは熱く熱く燃え上がっている。あ、よく手が出ますよ。左のボディが入りました。中沼よく手が出ます。左のフック、左ガードが開いたところ、左が入った。パニアンどうだ。おう、打ち分けてますよ中沼。プロキャリア26戦全勝、 11KO の白いトランクス、タイの世界ランカーパニアン奥田。左のボディが入った中沼。しかし終盤に入りまして、はい、ガチランドの、ね、中沼手熱が減ったのが、ね、はい、ちょっと気になりますか。スタミナは正直言ってあんまり自信がないんですと話していた中沼。しかし自分のリズムで戦っていれば大丈夫、そうも話していた中沼です。ということは自分からなるべく行きたいところです。まあ、確かに中沼は出だしから飛ばしましたから、はい、しょうがないですけど、ね、はい、しかし積極的にまたこの台風が見えてますから。後楽園ホール湧いています。今右ストレートが出た、はい、左右いく、畳みかける、パンチを畳みかける中沼です。ラストラウンド、速い左を見せる、ペイントをかける赤いトランクスの中沼です。ラスト中沼は大きいパンチ踏めるんですよ。大きいパンチではなくて、とにかく懐に入っていく。だって先手取りたいですよ、ね、先手ですね。パニアン狙ってますよ、はい、白いトランクスのパニアン奥田、世界タイトル挑戦のチャンスを得るためにこの日本に来て2年半、これが6戦目ということになります。前回去年の5月20日の試合は7回 TKO 勝ち、しかしこの試合はラストラウンドまで中沼ご覧のように元気です。フライ級の10回戦残り30秒、はい、ただね、クリフト当てるのうまいんですね、パニアン。あー、なるほど、そういうね、左、いいパンチ持ってますから、もっと手を出すべきですよ。左から右、アッパーはガードに引っかかりました、中沼のガード。さあ、パニアンの回転も上がってきたか。白いトランクスがパニアン奥田、赤いトランクスがトラッシュ中沼。フライ級10回戦、世界ランカーと日本ランカーとの対戦、最後の最後まで熱い戦いだ。ここでラストラウンド終了のゴングが鳴りました。終了のゴングが鳴った瞬間、大きく両腕を上げてお客さんにアピールしているのはパニアン奥田。そして疲れました、すぐにスツールに腰掛けて赤コーナーで休む日本ランカーのトラッシュ中沼。世界ランカーと日本ランカーとの対戦、フルラウンド戦って判定ということになりました。ジャッジ金谷98対96、中沼。日本ランカーのトラッシュ中沼、世界ランカーパニアン奥田を倒す大金星を挙げました。世界ランカー WBC 世界ライトフライ級4位、そして WBA ではフライ級の3位、パニアン奥田から大金星です。これで世界ランカーも夢ではありません、いや高校と言っても構わないでしょう、トラッシュ中沼です。勝ったのは赤コーナーのトラッシュ中沼です。